はい、どうも、不明だよです。今回ですけども、明日ですね、セレボ情報が、噛みました。セレボ情報がね、解禁されるかもしれないということで、まあちょっと予想とですね、今後のスケジュールですね、確認していきたいなと思います。はい。ということで、今現在がですね、18日、はい、こちらですね、第2弾ピックの2日目ですね。この第2弾ピックがね、今これですね。1月20日木曜日までということで、はい。その次のガチャが、まあ、セレボになるんじゃないかというところですね。なので、まあ、明日水曜日ですね。はい。公開されるかもしれないというところですね。まあ、ただね、最近は第2弾のピックセレボが情報解禁されていたんですけども、今回第2弾ピックのね、情報が解禁されなかったんで、まあ、ちょっとね、どうなるかわからないんですけども、まあ、なんならね、ツイッターの方もね、今日確か、ピックアップの、ツイートが来たんで、まあ、何かもしかしたらあるかなっていうところもちょっと考えられます。はい。で、そこの話をすると、まあ、これ20日からセレボだとするとですね、ちょっとスケジュール空きません？ 3、4日空きません？と。新積む確率アップ最後来ると思うんですけども、まあ、まずそもそも25じゃないかもしれない。まあ、26、27っていうところになってくると、もうここがっつり開くんですよね。3日、4日。はい。で、ここ、例えば空白の1日があったとしても、ピックアップと、この確率アップのところに1日確率アップがあったとしても、ちょっとスケジュール的に隙間があるので、もしかしたら何かが来るかもしれないと。はい。まあ、ただですね、まあ、そもそも年始に三が日セレボがありましたし、はい。まあ、そこはちょっと考えにくい。そんなぎゅうぎゅうに詰めてこないとは思うんですけども、まあ、いかんせんちょっと後半、マジでガチャとしては、何もすることがなくなってしまうので、まあ、なんかね、来てほしいところはありますけども、はい。という感じでございます。で、第2弾の予想としては、やはりですね、周年積む、ジャマレと、ユキエレですね。まあ、特にジャマレが復活しそうかなというところですね。あとは、これ後半のログインボーナスですけども、まあ、ベルとですね、エルサとシンデレラ乗ってるんですけど、まあ、シンデレラね、来るかなと。来るんじゃないんですかと。まあ、オープニング、こちらにね、オープニングの方にもここ載ってますし、まあ、さすがに来るのかなと。まあ、来なかったとしても来月確か誕生日なんで、来月には来ると思うんですけども、はい。まあ、シンデレラは近々セレボカピックで、登場すると思います。はい。こっちのね、エルサとベルに関しては、こっちのベルはさ、美女と野獣、あ、ベルと野獣のベルのみのイラストになってるんかな。なんかそんなイメージですよね。そうっすよね、やっぱり。なんで多分これが新積みに来るとかそういうことは多分ないんじゃないかなと思うんですけど、まあそもそもね、今から来たとしても、はい、さすがに期間限定で残り10日でってさすがにないと思うので、新積みはね、まあまずないかなと。やっぱりそうっすね。はい。ペア積みのベルをイラスト化してると。で、エルサに関しては、多分これエルサラのエルサだけを多分表示してるだけだと思います。一応見てみましょうか。ついでに過去の、1月のところですね、も確認したいと思います。過去は、まあ、20日からやっぱり、こう1日ずれてんだよな。ここに、25からですね、やっぱり。去年は25から確率アップが来てて、で、まあ、ここがね、まあ、1日早いんですけど、まあ、この時は、月末のイベントがね、結構早く始まったんで、はい、ちょっと特殊だったのでね、はい、こういうスケジュールだったかもしれないですけど、まあ、ちょっと今回どうなるかですね、そもそも月末のイベントあるのかっていうところも気になるんですけど、はい。で、ペアツムの方なんですけど、多分エルサラがね、うわ、ちょうどエルサラないやん。ちょうどエルサラないか。
ちょうどエルサラないっぽいっすね。ちょっと、ググりますね。ちょっとググりますね。ああ、やっぱそうっすね。そうっす。やっぱりそうっす。エルサラのペアツムのエルサだけを表示させてるということで、まあ、新しいイラストではないっすね。はい。エルサラのエルサだけを表示させてるという感じですね。はい。っていう感じで、まあ、イラストとしては、まあ、単体ではね、初登場かもしれないけど、まあまあ、まずないかなと思います。はい。という感じで、まあ明日ね、セレボが来たとしても、ちょっとこの期間がね、どうなるかっていうところとですね、まあ、このね、ちょっと空白がね、気になりますね。あと、月末のイベントがどうなるか。まあ、ちょっとそこが、まあ、今後の、スケジュールの、まあ、気になるところかなと思いますので、まあ、その辺の情報もですね、情報が解禁され次第ですね、紹介して、展開していきたいと思いますので、ぜひね、チャンネル登録、評価よろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。